こっち先生作ったんだと。今回は3年生の成田怜央君、今年の干支のイノシシを作ってきてくれました。それから6年生の小川怜央さんはこちらのそろばんを作ってくれました。両方とも新聞の素材そのものをよく生かした作品として味わいがよく表れています。それからアイディア、作品に対する思い、そういうものがよく表れていて、審査員の関心を引いた作品として評価されたものです。